続きを戻っていきたいんですけども、ついにこの企画が帰ってきました。その名も絶対にはついてはいけない TikTok。 いや、最近ニヤニヤキュンキュン足りてないんじゃないの、みんなもうちらも。まあそうだね、やっぱバンユンチャンネルももう長いですから、バンユンチャンネルを見てるみんなもね、もうだんだんキュンキュンが足りなくなってきてると、ということで、まあ他のチャンネルからキュンキュンをもらおうという、そういう素晴らしい企画ですね。で、前回ですね、こちらベベン、こちらのね、脳波を感知して耳が動くね、こちらの脳波キャッチセンサー的なやつがね、実は売ってるんですけども、なんと次世代機が出ました。そう、前回のがもうね、あんまりセンサーが反応しなかったよね。これがね、やっぱ前回よりもね、脳波とかね、キャッチしやすくなっているであろうということで、感度が良くなってる。そう、最新のやつをつけて、今回もね、カップルの TikTok 見てニヤついたらね、こちらがキャッチするということでございます。で、まあ簡単に言うとですね、リラックスモードはね、このように耳が出ます。まあこれが平常心ですね、何も思ってない状態。そして集中、ちょっとね、集中すると耳が立つと。そしてゾーンモード、集中とリラックスが同時に高まると耳を左右に振るということ、こうウィー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 ってなるんですけど、そしたらもうハリセンです。ブーがびっくりしました。ブーブーのわがんだね、ことね、ハリセンバチコンいきます。もうブーブー危険なんで下ろしておいてください。それでは早速やっていきたいと思います。ではまた早速やっていこう。猫耳を装着します。左上部、左上部につけます。で、これちゃんとくっついてないと反応しないから。で、耳タブ挟む。それではスイッチつけます。スイッチオン。はい、ということで猫耳つけ終わったので、早速ね、イチャイチャ TikTok 見ていきたいと思います。お願いします。もう日々過激になってるから、こういうのは。いや、そうよ、私久々に TikTok 開いていろいろ見てたんだけど、過激、そんなことやっちゃっていいのっていうことをいっぱいやってます。あげるサイト間違ってんじゃん。いきます。絶対呼吸つけして、これ絶対つけして、今から俺に注意して。ポムドットのユータ君似てる。頑張って、違う、似てる。踊ってない、頑張ってよ、あなた。あー、チューできないか。上向くのマジで、チューできないか。だこれ、これにやけてた、にやけてたよ。どっちでハリー先生、にやけたらなのか、耳が動いたらなのか、はっきりさせましょう。いや、どっちもよ。このやっぱ興奮状態の時の耳の動きと、うん、あとはニヤニヤ両方よ。両方叩かれんの。そう、次からニヤげてもダメってことね。ダメです、ダメです。ユンちゃんもニヤげてました。だから1回ずつだよ。次ね、リリちゃん、はい、指できた。できたよ。また俺の服着てる。いやいや、髪に行こう。抱っこ。え、抱っこ、抱っこしてるの。抱やだよ、やだよ。わかりました。ほら見て、歩くの疲れた。やだよ、疲れた。やだ、抱っこ、なんかやだ。お前なんかないよ。リンゴめっちゃ分野。失礼しました。はい、にやけてたよ、ね、にやけてないよ。俺はゆうちゃんがにやけ、あ、にやけたの笑いですから。いえ、一緒ぐらいでにやにやしてたよ、抱っこの時に。うわ、俺でも嫌いじゃないな、こういう、なんかね、こういう女好き。次、おかえり。ただいま。いや、待ってた、ずっと待ってた。もう作ってやる。本当？ありがとう。カメラ回してから迎えに行っとるやん。カメラ回してから一回ドア出てカメラ回してからこの女入っときとるやろ絶対。ああ、もうそういう夢のないこと言わない。にやけましたね。全然にやけてないけど。見てた俺の顔。こんな顔してずっと。ちゃんと見てた俺の顔。分かった、はい、もうこっち見ずにバブクの顔だけ見てる。そしたらずるい。そ
したら、はい、見てた俺の顔見てた、イエンの顔死んでたよ。めちゃめちゃにやけてたよ。にやけてたんかい。にやけるよ、こんなの。厳しくいこう、厳しくいこう。ここに鏡置いとく。え、なんか俺、ユンちゃんの顔見る。あ、いいよ、きます。どうしたんですか。あの、入ってもいいですか。もちろんですよ。笑ったの。それも、それもにやけてはいけない。ずるい、それもにやけてはいけない。ずるいよ、そんなの。その鏡いらない。なし。鏡なし。なし。いいんだね。こっからもっかいだよ。おお、唇。どうしたんですか。あの、入ってもいいですか。もちろんですよ。失礼します。はい。鏡携帯ちゃった。そりゃいいよ。あなたさっき一人であっち行ったからちゃうに近かった。あ、ちゃうやん。じゃあもうずっとここにいて。うれしい。無理。無理、にやけちゃう。耳が動いちゃうよ。え、それアウト？それアウトのやつ？それアウト。アウトかい？ゾーンモード。来た。今のがゾーン？耳が動いちゃう。めっちゃ入っとったやん、ゾーン。2回ぐらいゾーンした。俺まだゾーン来ないの。いきますか、次。はい、次。ルナナん、ルナナン。何言うの。どうしたの。ダメだよ、今見てる。ルナナンじゃない。髪で出てしまう、リリちゃんの。いいよ。いや、良くない。今、洗ってるから、あとちょっとだからさ。うん、あとちょっと、先向こう、待って、濡れちゃうから。あ、そうすんの。うん、うん、これはね、耐えれた。耐えれたね。あのね、女の子の顔もうちょっと見たかったなって。確かに女の子の顔見えた。ずっと後ろ姿だったから。そう、これ見えてたら多分にやけてたかもしれない。これしかもカメラセットしたのこの男やん。女絶対。なんでそこで見るの。YouTuber 病出てるって。こんなもう、こん洗い物してる時にこんなこと言ったらもう、うん、こいつの頭洗っちゃうけど、洗剤でガーッて洗って濡れてんのはどこかなっつって。ほら見て、なえた。見た今の、ピュッてなえたよ。すごくない。濡れちゃうのはどこかなって言って、ここ洗剤で頭洗っちゃう。噛むならちゃんと噛みちぎれ。そこ待って、ユンね、途中ちょっとだけニヤニヤしたんですけど、ああここずっと噛んでたじゃん。ああで、匂いが今どんな匂いするんだろうって思ったら。俺もね、それずっと思ってた。で、じゃあそれでニヤニヤしちゃった。絶対臭いじゃん、その小指と思って。まあ好きな人だったら OK。 そこまでやってくれないと、そこまで映してくんないと、ちょっとカップルのリアルじゃないよね。次。はい。おはよう。できること、君の笑顔を一つ増やすこと。OK、会社。ここ？ぼ、実写ぶりちゃん。いいよ。全然大丈夫。まあ嫌じゃないって言ったら嘘ですね。はい、すいません。いや、でも2年ぶりになったら全然いいと思う。大丈夫、楽しんでいきたい。
お酒飲みすぎ注意でお願いします。あと酔っ払うともうすんごいことになるんで、他の女の子に見られるのも耐えられないんで、はい、お願いします。あとさ、もう一個だけお願いって、今日帰ったら一緒にお風呂入る。ね、気持ち悪いよ。バカバカの、早く早く行けないけど、遅れるよ。気をつけて、バイバイ。理想の彼女なんではないでしょうか。これね、うん、理想の彼女だね、うん、これどういうストーリー、飲み会行くの、仕事行くの、どっち。仕事の後飲み会行く設定だよね。仕事の後飲み会に行きます、うん、帰ってきたら一緒にお風呂入ろう、うん、これ早く帰ってきてって意味ならあれですけども、うん、これ浮気チェックの可能性ありますか、うん、お風呂入ってここに何食ってんの、のれんのれんのれんちょっと2個ついてるかなって。ええ、何の話、どういうこと前髪だけど、前髪なんで前髪でこう、違うでしょ、体温こう、違う、前髪めくって体温こう測ってる次、はい、おいおい、これどこ、どこ、何してる、ええ、エビスジャップケス君、確かに似てた、似てない、俺と違う、俺今なんかこうやってるけど、うん、実は枕みたいなオチかと思ったら普通にちゃんと人だったっていう、エロ動画やない、うん、ただのエロ動画やない。でもこういう彼氏いいな、あんまあんまの犬系彼氏。いやこんなの誰でもやりますよ。バミ君やるの、俺はねめちゃめちゃやる、俺もうちょい上の方、えやめてくんね、想像してなえるの。次、はい、次。今日ちょっと待って。おいおいおい。あ、ダメでしょ。どえー、と思って。どこまで行くのと思って。ゆんちゃんもにやげてました。これやられたら男はね、もってなる。ドキッとする。ムラムラさせますね。TikTok。ムミ君が彼氏だったらどうなるの、この後、あれ棚だったみたいな、その後行くのか、行くでしょあら、あ、お、今想像した、してないです、想像してゾーン入ってたよね、ゾーン入って、今ゾーンでした、今誰に何をされる、ほらほら、あんた何想像してんの今あんた、してないですよ、じゃあボケを考えてたらなった、ボケを入って、ボケを考えてたから、ボケを考えてるとゾーンに入る。次、はい、ギョどういうこと、落ちる、落ちなしということで、落ちんちいや、ボケだから、いや、ボケようとすると反応すんだよ、にやけじゃないや、もうこれ落ちないじゃん、落ちんちんだけに落ちがない言おうとしたらなっちゃった、はい、はい、次、はい、あれ、もうこれちゃうって、これ絶対ゾーンじゃないって、これバンビック、何想像した、え、おっぱいがブローンってなってほら、おっぱいプルーンプルーンってなると思ってたのにさ次、にやけてるよね全然にやけてる、いい感じ、ギマギガで、ちょっとラストね、うん、いきます、はい、表情絶対変えないでね、うん、いきます、バービー君誰やねんこれ考えたやつ、しょうがない飛べ、そして飛べ、飛ぶの待ってたのにさ、うん、にやけました
にやけるでしょ、これはしてんの、本当にこの人もうマジでにやけないから、これほんとつい最後ね、うん、行くよ。これで俺をにやけさせたら大してもいい。笑っとるやん、こいつもめちゃめちゃ。なんこの動画この人、すごいフォローしよう。ハマっとるやん、笑っちゃうよこれは。ということで以上で、絶対にやついちゃいけないカップル TikTok 終わりたいと思います。いや、やっぱどんどんね過激になっていくね、うん、てか新しいジャンル生まれすぎ。新しいよね。最後のはもうカップルとかじゃないけど新しい面白い。はい、ということでね、人気でしたらこちらのシリーズちょっとねまたやっていこうかと思います。世の中にはねやっぱカップルが日々誕生して、うん、そして別れていってるということでね無限に湧いてきますから。はい、ということで、またカップルの TikTok 見たいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バンビ君ニヤニヤしすぎって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた会いましょう。まだなー TikTok ダウンロードするかしてなかったんかい。え、バンビ君、うん、ドアップでニャンって言って。でも、もっと彼女だと思って甘えて彼女には狼だから。Mm-hmm.